高松琴平電気鉄道60系電車。高松琴平電気鉄道60系電車。高松琴平電気鉄道60型電車及び70系電車。初代70型電車は高松琴平電気鉄道が保有していた電車である。60は両運転台の制御電動客車。70は片運転台の制御客車。元東京急行電鉄品川線。 湘南線、現、京浜急行電鉄サハ5100系、出ハ5100系及び、厚木線、現、相鉄本線、区派3140型で1948年に入線した。後に、他社から購入した車両を及び、他形式から編入により、最大時で重量が在籍したが、木造車や簡易交代化車、ニセスチールカーは1960年代廃車。 残った車両も近年廃車が進み、2007年11月4日に同形式としては最後の車両である65号のさようなら運転が行われ全車消滅した。1913年、天野工場、京浜電気鉄道が製造した29号系、32号系、36号型である。形式は異なるが車体はほぼ同じで、 木造で両運転台の電動客車。客用扉はなく、オープンデッキの機動線タイプの車両であった。後に、鉄道線専用に、ステップの廃止と連結機の取り付けが行われた。さらに、1930年代後半にオープンデッキ部、及び、車体中央に、外側式の引き扉を新設している。また28号型は制御車に、32号型は、付随車になった。 1941年に、京浜が東京横浜電鉄に合併し、東京急行電鉄となった際には、区29型は区波5220経営、区32型は左派5100経営、で36型は出派5100型に解消された。このうち区波5220型は1945年から、東急に経営委託された相模鉄道、東急厚木線に転属し、 区派3140型となった。戦後、運輸省63型の割り当てを受けた東急は、見返りの教室車の一つに5100型と3140型を選定した。このうち7両を高松琴平電鉄が譲り受け、1948年に入選した。うち4両が電動車に改造され、長尾線、首都線の60六61から64に、 三両は、制御車になり、長尾線、四戸線用の 70K71 から72と、琴平線用の1万5 0 0 0系1 5 1 0となった。なお、1510は1955年に、長尾線、四戸線に転属し 70K73 に、海盤、編入されている。しかし、木造である上に戦後混乱期の国史により、車体の疲弊が激しかった。 そのため1950年代に入ると各社各用の補強工事を受けることになる。まず63が全面のみを簡易交代化。続いて61.6471.1510が全面、側面ともに簡易交代化を受けている。これらは木造車体に後半を張っただけの、いわゆる偽スチールカーだった。次に施工された62は、 最も状態が悪かったため、1953年に、今橋工場で大枠のみを拡幅の上で流用して、車体を新造した。1952年製の1万系の流れを組む、側面に扉、ノーシルノーヘッダーで、前面は、当時の1010 10型と同じく非貫通2枚窓である。窓配置は、D2D6D2、パンタグラフは、高松蓄光、指導側に取り付けられた。 最後まで未改造だった72も1960年に車体を新造した。同時に電動車に改造され、60K65 に改版されている。車体はやはり側面に扉であるが、上段 H ゴム指示のいわゆるバス窓を客用窓に採用し、前面は貫通扉付き、また張り上げ屋根となっている。窓配置とパンタグラフの位置は62と同じだが、長さは こちらの方が若干長い。1966年の指導船の河川電圧昇圧に際し、簡易航耐化車は1968年までに廃車された。一方で、車体心臓の62.65は昇圧改造を受けた。なお、1981年には62の全面を貫通扉付きに改造している。1994年、 河原町駅近代化に伴う指導線分断により、62は長尾線、65は指導線の所属となった。600系、700系の増備に伴い、62が2002年12月に廃車になった。引退に際し、同時に廃車になった67と共に、旧塗装の茶色とクリーム色に戻され、さようなら運転を行っている。その後、 高松空港に隣接する、さぬき子供の国に保存され、休憩室として利用されている。状態は良好である。なお、基本的に車内は現役当時のままであるが、釣り広告を撤去し、60系の写真が掲示されている。一方、65は、指導線分断の時点で850系850と、ほぼ固定編成で使用されていたが、 600系の入線に伴い1998年に850が廃車になった後は、主に朝夕の増結用になり、稼働率は大きく下がった。2005年に、車体塗装が赤とクリーム色から茶色とクリーム色の旧型車標準色に変更されている。十五は二千六年十月、六百系八百番台の転入に伴い、長尾線に転属し、 この時に方向転換され、ジャンパ線が付け替えられた。2007年8月からは、胴体保存車となっていたが、大枠の痛みが激しくなったため11月4日に、さようなら運転を実施し、廃車となり解体された。しかし台車と主電動機は、胴体保存車の120に転用され、120は、経済産業省による近代化産業遺産認定車もかかわらず、 日オリジナル台車となってしまった。二十型を参照。元山陽電気鉄道の千三0 3号で、1923年、川崎造先生、1955年に入線した。元々は、神戸姫路電気鉄道、現在の山陽電気鉄道本線山陽沸かし、山陽姫路が開業にあたって新造した位置である。木造で両運転台の電動客車だった。 しかし、宇治川電機に合併後、旧、兵庫電機起動、兵庫赤石との直通に際して、1928年に、機器を新造の51型に流用して、廃車となる。そのうちの6両の車体は、山陽電機鉄道独立後の1942年、車体を中央で切断して、幅を詰めた上で制御車の76型となった。詳しい経緯は、 山陽電気鉄道の旧型電車を参照。後に114に改版、さらに1003となり、電動車の107と固定編成を組んだ。これを編成後とこと電が譲り受けたが、こと電では編成解除され、107はこと平線の制御車920型として、竣工している。窓配置は C3 から 1D2、2。 2D2.2、2D1 で高松蓄光側に運転台を持っていた。屋根はシングルルーフである。木造のまま1968年に廃車された。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。